アンジャクリーン・ハサウェイはアメリカ合衆国の女優。身長170センチメートル。ニューヨークシブルックリンク出身。父親のジェラルド・ハサウェイは弁護士。母親のケイト・マッコーレイは舞台女優。名前の由来は劇作家、ウィリアム・シェイクスピアの妻・アン・ハサウェイからである。マイケルという兄とトーマスという弟がいる。先祖はアイルランド人とフランス人。 さらにたどると、ドイツ人とアメリカインディアンの血を引く。カトリック教で育ったため修道女になりたかったが15歳の時に兄が芸だということを知り、兄の性的思考を認めない宗教には属せないと感じその道を諦める。それをきっかけに彼女を含めた家族全員がカトリック教会から離脱した。ニュージャージー州の高校時代には、 オールイースタン高校選抜合唱団の一員として、カーネギーホールの舞台に立ったこともある。高校卒業後、ニューヨークの俳優養成学校に入学し、恋の手ほどきなどの舞台に出演。また、バッサー大学で英文学を学んでいたが、2005年からは、ニューヨーク大学に編入。1999年にテレビシリーズ、ゲットリアルの主人公に抜擢され、ティーンチョイスアワードや、 ヤングアーティストアワードの女優賞にノミネートされる。2001年公開のプリティプリンセスで映画デビュー。全米で1億ドルを超えるヒットとなり、ブレイクする。王女役の役作りのために、スウェーデンのビクトリア王女関連の本を読みあさったという。2002年2月にミュージカルカーニバルでブロードウェイデビューを果たす。2004年にはプリティプリンセスの続編が公開され、 9500万ドルのヒットとなる。これにより人気女優となったが、プリンセスのイメージが定着し、理想の役が得られずに低迷する。2005年公開のブロークバックマウンテンでアイドル女優的なイメージを払拭。2006年公開のプラダを着た悪魔では、メリルストリープ扮するに編集長のアシスタントを演じ、コメディエンヌとしての才能が開花。 1>, 1億ドルを超えるヒットとなった。2007年公開のジェイン・オースティン秘められた恋ではイギリスの作家ジェイン・オースティンを演じた。2009年アカデミー賞受賞式にて2008年公開のレイチェルの結婚で元薬物中毒者を演じ放送映画批評家協会賞主演女優賞などを受賞しアカデミー主演女優賞にノミネートされた。2010年公開の ラブドラッグでゴールデングローブ賞主演女優賞にノミネートされた。第83回アカデミー賞の司会をジェームズ・フランコと共に務める。2012年はアンにとって大きな飛躍の年となった。ダークナイトライジングにセクシーグラマーな美しい女回とキャットウーマン、セリーナ・カイル役で出演。ボディラインが一目でわかる体に ぴったり密着した衣装を身にまといながらも華麗にアクションをこなす必要があるため肉体改造を徹底的に行った。クリストファー・ノーラン監督から映画インセプションでジョセフ・ゴードン・デビットが2ヶ月間トレーニングを積み戦いのシーンなどをすべて自分で演じ切ったエピソードを告げられその足で彼のオフィスを出た後すぐにジムに向かいましたとコメントしている。 その結果、マーシャルアーツをマスターして、アクションシーン初挑戦ながら、ハイキックなどの難易度の高いアクションシーンをほぼすべて自身で演じた。しかし、このボディスーツは、彼女のウエストサイズより5センチメートルも小さいため、常に全身を締め付けられてしまい、細身の彼女にとっても着続けるのが困難で、ツイッが終わる頃には苦しかった。特に、バットポットに乗るシーンでは、 前傾姿勢でぐっとお尻を突き出すからすごく締め付けが強くて下着をつけるのも嫌になるほどアクションシーンは仇役だけじゃなくて長い髪やブラの肩紐やショーツのゴムとも戦わなければならなかった撮影が終わって服も下着も全部脱ぎ捨てた時の解放感がたまらなかったと漏らしたほどだったまた12月公開の レミゼラブルにてファンティーヌを演じ、吹き替えなしのミュージカルに挑戦し、第85回アカデミー賞助演女優賞を受賞した。また、同作にて、これまで2度、ノミネートしていた、ゴールデングローブ賞助演女優賞を受賞した。この2作の成功で美貌と実力を兼ね備えた、ハリウッド女優として、地位を不動のものにした。2004年から、 イタリア人実業家のラファエロ・フォリエリと4年間交際していたが、2008年6月18日に破局が発表された。その後、ラファエロ・フォリエリは詐欺行為などで逮捕された。2011年11月に3年間交際していた俳優のアダム・シュルーマンとの婚約を発表し、2012年9月29日に挙式を行った。2016年、 第一子の男児を出産。2019年7月26日に自身のインスタグラムで第二子を妊娠していることを発表。同年11月に第二子の男児を出産。ベジタリアンであったが2019年3月には辞めたとの報道があった。また、複数のチャリティ団体を支援しているユニリーバジャパンラックススーパーリッジ社員。ありがとうございます。